じゃあ、わけですけど、さあ、一発目のテーマは。若い頃に休日いつも家出て遊びに行ったりしてました。最近自分はずっと家にいて年取ったと思います。年取ったっていうか、ただリズムが変わったというか、性格的なものとか、まあ、あとは暑さじゃない夏引きこもりがちになるのは、めちゃくちゃわかるけどな。まあ、若い頃っていつだろうまあ、学生時代だったら僕は家にいることはまあなかった。というのも、遊びに行ってたんじゃなくて、えー、ほぼ毎日バイトしてた。 もう空いてる日、半日空いてる、バイト入れますって言って入れてもらうみたいなぐらい、もうずっとバイトしてたから、遊びに行かず、家にも行かず、バイト先にいたんだけど、ずっと。で、社会人になってからは、最初はね、もう一人暮らしスタートだったから、僕は就職とともに上京して、時間慣れて初の一人暮らしだったから、もうさ、自由自在にゲームできるわけよ。しかもちょっと、なんていうの あのー、テレビおっきいの買って、ゲーム用にね、もうひたすらゲームやったから、プレイステで。もう友達とオンラインでやったり、一人でやったりとか。もうだから、休みの日、よっしゃ、引きこもって、もうカーテンも閉めて、家の小さい照明だけつけて、もうずっとゲームやってやる。みたいな。もうほんと、ほんとそんな感じ。そクズみたいな。わかんない。そういう生活してる人がクズってわけじゃないけど、もう俺、俺はね、なんかクズみたいな、 あのー、人間だったから、もうと、とても、とても、あのー、仕事の日、ラグジュアリーの販売でいらっしゃいませって、やってるとは思えないぐらい、寝癖ボサボサもう本当にお前何なのみたいな姿でずっとゲームやってたから、まあ、特に暑い時とかね。そう、だから全然別に年取ったっていう感じではないんじゃないのこれはね。ただまあ、あの、誘われたら、あの、遊びに行ってたし、遊びたかった人とは連絡をして遊んでたり、みたいな。僕も、 その頃から本当に、ま、僕ずっとだけど、友達少数制派なので、会いたい人みたいなのが決まってるわけよ。だからその人とかとはちょこちょこ連絡取ってタイミングが合えば飯食いに行くみたいな。だから昼間までゲームして、夕方準備して、夜飯食いに行くとか、ま、その人の家遊びに行くとか、そんな感じとかちょこちょこやってたけど、ま、いつも外出るとかは、特にこの夏の時期とかは嫌でやってなかったっすね。うん、っていう感じかな。 まあなんかこう涼しかったりとかね気持ちよかったりするとちょっとどっか行こうとか思うことはあったけどまあでもだいぶ引きこもりでしたよまあでもこれは流れとかそういうのによるんじゃないなんか例えば趣味見つけてさこれがじゃあ服今すごいつけたけどバイクとか車とかそういうのに興味持ったってなったら外出るようになるしじゃあカメラにハマったってなったら写真撮りに行きたくなるじゃん そういう感じで何かきっかけがあれば、いくらでも変わるので、年齢のせいではないんじゃないかな。これが例えば、仮に分かんないけど、50代、60代だとしても、家に引きこもるか引きこもらないかっていうのは、年よりか多分そのリズムとか、まあ趣味とか、そういうものだと思うので、ね、だいぶ大人な方でもさ、車とか好きで休日でもいつでも外に出てるみたいな人もいるわけじゃん。で、僕は思うけどね。はい。次。えー、ケイさんが真夏にサッカーのゲームシャツを使ってこうで組むとしたらどんなコーうで組みますかうーん。 難しいなぁ。でもまあ、ゲームシャツ。まあ、ものによるんだよなそのゲームシャツの。うーん。なんかサッカーのユニフォーム感が強いんであれば、もうインパクトがあるパンツと合わせるね。もうこれほぼ一択かな。ショーツと合わせるとかはしないと思う。もうその、 インパクトある、じゃあデニムでも、えー、まあスラックスでも、例えば極端にワイドとか、なんかデザイン性があるとか、まあナイロンのね、テック系のパンツとかでもいいけど、いろんなポケットついてるとか、素材切り替わってるとか、まあようなパンツ持ってきて、まあ僕の場合は、まあレザーシューズでガチッと締めて、組むかな。うん。っていうのがまず、ワンパターンというか、まあその中でいろいろあると思う。だから、 あんまりこうバランスは変えないかも。もうサッカーのユニフォーム入れるんだったらそういうバランスである。もう下半身太くして、インパクトつけて、それに合うシューズ履いてみたいな。まあそんな感じになると思う。ショーツとか持ってきちゃうとユニフォーム感が強いものにね。うん。まあやっぱなんか小僧感出ちゃうから、どうしても。まあそれをね、髪型とかアイウェアとかでファッショナブルに持っていけるんだったら別だけど、まあまずそれかな、ペースは。で、 このゲームシャツが、ま、洒れてるんであれば、例えばバレンシアガでも、まあ、アクネでもいいし、まあ、隣にマーティンローズがあるのか、ま、ああいうさ、こう、なんていうのかな、こう、ファッションブランドから出てるような、明らかにこう、ファッショナブルなところでやってるような、まあ、サッカーのユニフォームインスピレーション元みたいな、ああいうのであれば、まあ、ざっくり着て、それにショーツ合わせて、ハイソックスで、まあ、スニーカーでもいいし、レザーシューズとか持ってきてもいいしっていう、まあ、適当な感じでもいいよね。アクネの、じゃピンクなのゲームシャツ、ちょっと例えば腕まくりでもして、ショーツ履いて、 ハイソックスで、は、ちょっとボリュームあるスニーカーとか入って、わかんないけど、最近だったらなんか斜めにさ、カメラかけたり、小さいバッグかけたり、アイブレとかしてたら、まあ、なんかそれはそれで粋な感じ出るじゃん。ちょっと抜けた感じの。なんかあえてのその、子供っぽさみたいな、スポーツ少年感みたいなのが、要はある程度ブランドの力そこ借りてるけど、まそれでこう、なんていうのかな、バランスが取れるので、まあサッカーのユニオム過ぎると、それが本当に小僧っぽくなるけど、それがバレンシアガだったり、アクネだったりとかすると、そっちのパワーをちょっと借りれるから、 ま、そんな感じのスタイリングにするかなっていう。まあ、大体この感じかな。ただ、あの、ポロのね、あの、あるじゃん、襟付きで、本当にデザインあんまなくて品のあるやつとかだったら、まあ、なんかクリーンなデニム持ってきて、どっかでね、ちょっとこう、なんていうの、クラシックにポロ合わせてる感じだけど、実はユニフォームでみたいな。まあ、そんな感じとかもいいと思うよ。え、ね、ユニフォームも襟が丸いのかさ、クルーか。 襟付きかみたいなのって結構違いあるから。ま、あえて、ああいうのをちょっとね、タックインとかしたり短く着て、あの、まあ、ややストレートぐらいのデニムを落としてとかでも全然いいと思うけど。ま、そんな感じかな。僕はどっちかというとちょっとゆるくというか適当に着たいんで、まあ、一番最初のちょっとまあ、インパクトあるデニムに、あの、デニムとかパンツに合わせるかは、 ま、そのブランドから出てるようなサッカーユニオム系だったら、まあ、ショーツとかと合わせてラフにやるみたいな。まあ、大体このどっちかかなっていうのもあますね。はい、次。えー、低身長なんですが、タックインスタイルをうまくやる方法があれば教えてください。ああ難しいな。あのー、ちょっとこれわかんないんだけど、正直。まあ、でもその、なんだろ、理論上というか、うん、まあ、僕の頭の中の勝手なイメージだけど、やっぱシューズのバランスだと思う。いかに、そのなんだろう、タックインの位置みたいなのを、 上にできるかどうかじゃない。まあもちろん上すぎるとね、この辺のとかでタックにしてたら変だから <laughs>。というわけだけど、まあなんか、ある程度、やっぱりウエスト位置はちょっと高めに。で、えー、まあそれをやっぱり、視覚的にも重心的にもちょっと上に食ってあげるために、やっぱちょっとソーラー厚い、えー、レーザーシューズグッと持ってくるとか、あのリックのブーツみたいなさ、なんかあるじゃん、カクカクしたやつ、ああいうの持ってきたりとか、 まあ、プラダとかでも悪くないと思うけど、とにかく、まあ、薄いシューズってよりかは、スニーカーとか、それよりかは、もう結構はっきりボリュームのある、えー、シューズを持ってきたりするっていうのが、まあ、いいんじゃないかな。まあ、バレンシアガとかでもそうかもしれないけど、まあ、でも 3XL とかは、まあ、あんまりそんなにソールにボリュームがすごいあるってわけじゃないから、まあ、テントがカーゴとかでもいいけど、まあ、あれだとちょっと極端なアンバランスさが良さになるから、また難しいけど、まあ、なんかそういうソールが分厚いような、ある程度ね、シューズ持ってきて、 やっぱ、ハイウェイトレデニマークスラックスハくにしても、ちょっとこう重心上げるっていうのが、やっぱ重要じゃないかな。で、あと T シャツのボディ自体は、そこまでルーズじゃない方がいいかもね。これは身長によってというか体格によってのところはあるけど、まあ、あの、高身長であれば、ルーズに来ても、まあ、その分ね、腕の長さもあったりとか、まあ足の長さも、まあ身長に伴って出てくるじゃん。例えばっ身天心長の方ってそこの余白というか、 が、なかったりするから、まあ、その分、割と、タイトなというか、あの、肩幅もジャストぐらいで、ま、宮場もそんなないよ、みたいな、T シャツとか持ってきて、バランス作ってあげるっていうのがいいんじゃないかな。まあ、イメージ7、3とかぐらいのボリュームで、上半身3割ぐらいにして、ま、関心がもう、ほぼほぼメインでっていうような、 スタイリングのバランスでやると、まあその理論上というかイメージの中では僕の中ではうまくいってるんだけど、まあそれも人それぞれね、例えば頭の大きさとかさ、手足の長さとか、まあ結局低身長でも、まあ高身長でもそうだけど、バランスがあるじゃん。その、闘身というかさ、そういうのもあったりするから、一概には言えないけど、まあそこは一個ベースにはなるんかなっていうのは、まあ思いますけどね。うん、っていう感じかな。はい、次。えー、ショーツにでかい靴ってマス,コマスコット感が出てしまって良くないと思うんですが、計算的にどうですかショーツにでかい靴 えー、要はあの、ミッキーマウスってことバリンシェイガーのステロイドのことを言ってるのかなもしかするとあ。マスコット感出んのいいんじゃないのうん、ダメなのかななんか、なんだろうファッションでのマスコット感っていうか、その愛、なんていうの、キャッチーなというか、俺悪くないと思うけどね。まあそれ、それをどう見せるかはその人だけどね。うん、それがよ、よく出る人と、そうじゃない人っていうのは確かにいると思う。ファッションで全部そうだけど、でももう んどうだろうななんか、ショーツ、ゆるい、ね、着丈、ちょっと丈がさ長いような、膝隠れるぐらいのショーツに、ハイソックスとか合わせて、まあ、バカでかいシューズ。まあ、別にそれこそ、10XL とかカーゴとか、まあ、そういうのでもいいけど、イテーとか、アンバランスだし、マスコット感みたいな、確かにあるかもしんないけど、まあ、ステロイドとかで、ね、まさにミッキーマウスみたいなのから、けど、なんか、それが今のスタイルじゃない今、バレンシアが作ってるスタイルとかってそうだし、 そのマスコット感は俺良さだと思うけどね。全身ブラックでバレンシアガやってるのに、なんかマスコット感あるって、なんだろうな。あんまりこういう表現はあれかもしんないけど、なんか可愛くないそのスタイルって。良さとして出てると思うんだよね。これだけバレンシアガのっぽい感じのスタイルで、バチバチにやってるのに、なんかシルエットがキャラクターみたいで可愛いって、俺結構面白いなと思うので、僕はあんま良くないとは思わないですからね。はい。じゃあそんなとこと以上にします。明日。